2001年1月13日この日ある一つの作品が公開された。絵が綺麗、迫力がありますね。すごいレースが激しい感じがします。豪華声優陣、最新の CG 技術を駆使した珠玉の映像美、さらにあの男が登場。迫力のドリフト走行で作品に魂を込める。コミックからアニメーションへ、リアルさを追求しストレートに表現されたそのスピード感で、今や一つの世界観を作り出したといえるアニメーション「イニシャル D」。スタートとなった98年のテレビ放送、そのファーストステージでは、豆腐の配達のために峠を走るようになった主人公藤原拓海が広い世界へと目を向けていくまでの前哨が。続く99年放送のセカンドステージでは、エボリューション進化をテーマに、主人公匠を取り巻くほろ苦い青春ストーリーとともに、峠でのバトルを繰り返す中、次第に走りに目覚めていく匠の姿が描かれた。あんないい車だとはマジで思ってなかったよ。あのさ親父、暇な時でいいからさ、今度エンジンのこととか教えてくれよ。どういう風の吹き回しだ。分かったんだ、ぽっかり欠けていたものが。そしてついに完成した劇場版イニシャル D サードステージ。物語とともに作品そのものも進化成長を遂げるイニシャル D の今明かされる秘話の数々。まあ、この企画最初はラジオドラマから始まったんです。で、次に映像化するとき、現実にあるものをアニメ動かすっていうことは書き手にとっても非常に難しくて、でこれを解決しないと、映像化はできないなと。でそれにはやっぱりCG を使えばなんとかなるだろうと。CG 技術を駆使したアニメーションでリアルなカーバトルを再現。2D と 3D との融合がはたまた合うのかどうか。多分この作品をファンで見てくださってる方々っていうのは最初はすごい違和感があったと思うんですよ。飽くなき映像クオリティの追求。テレビシリーズの時は時間的な制約とかですね、いろんなものがあって、考えうるあらゆる技術を投入、映像に命を吹き込む。いわゆる集大成だったんで、なるべく細かくというか、劇場なんで、ダイナミックな。ダイナミックかつ繊細に D の世界が花開く。当初はやっぱり企画の段階では最終的な劇場版にしたいなと。このプログラムは劇場版として公開されたイニシャル D サードステージの迫力映像の秘密とリアルさにこだわった D の世界の魅力を余すところなくたっぷりと。豪華声優陣、ものすごくすっげえビッグニュースだよ。早く池谷先輩に教えたよ。クリスマスはどう。イニシャル D は迫力のカーバトルシーンだけが見どころではない。登場人物が織りなすバトルシーンに負けず劣らずの青春ストーリーがあってこそイニシャル D なのである。今回のサードステージは成長の中での卒業をテーマに物語が描かれているが、声優陣もテレビシリーズ以上に
迫真の演技を見せてくれている。自分自身か。いよいよ卒業ってわけか。何もかも吹っ切れた。この人についていけばいいんだ。豪華声優陣、まずは主人公藤原匠役には三木真一郎。イニシャル D という作品でですね、藤原匠やってるんですけども、これは今回サードステージということでですね、劇場版でございます。長いです。そして面白いです。いっぱい詰まってます。まあ、今回はですね、藤原匠が成長していく話でございます。まあ、他のキャラクターのみんなも成長していくんですけどもね、どのように成長していくのかとか、そのような部分もじっくりと見ていただきたいと思います。匠とほろ苦い青春を演じる茂木夏樹役に川澄彩子。ファーストステージ、セカンドステージと夏樹ちゃんは出てたんですが、やっぱりバトルになってしまうとそんなに出てなかったんですけれども、今回はですね、もう今までの鬱憤を晴らすかのようにいっぱい出てまして、こうすごい大変でした。匠の父親文太役に石塚雲翔。3人で、クリスマスの場面がありましたけど、やっぱり一人の可愛らしい女の子が来ただけで、あんなに華やぐもんなのかなと、つくづく感じてしまいました。走りとは関係ないですけど。2000年10月、某スタジオにてアフレコが行われた。お前の技術なら並んでいける。もつれて3つ目に飛び込めれば、あとは運だ。せいぜい頑張ってこい。私は小頭をあのジャンプで来ることまで読んでいたわけか。なんだけど肝心のその先が分かんねえ。茂みが枯れ始める頃だってどうしろってんだよ。このまま卒業しちゃうの嫌だなって思って、いろいろ頑張ってるんだけど、なかなか匠くん許してくれなくて。どういう事情か知らねえけどさ、許すとか許さないとかそんな偉そうなもんでもねえだろう、匠なんて。続いて匠の親友竹内樹役に岩田光雄。私樹はですね、相変わらずバカテンションで、騒いでおります。誰も静かで俺だけ騒いでるって感じなんで、そこ見どころなんで皆さんよろしくお願いします。見て、クマすごいでしょ。クマがね、匠の先輩でスピードスターズのリーダー池谷幸一郎役に八尾和樹。今回台本を読んでですね、まあ、非常に分かりやすいストーリーで、そしてまあだから絵がそれだけどんだけこう絵が動くかなというのを非常に楽しみにしておりまして、今日実際に絵を見てですね、やったら非常に CG いいです。あなたを酔わせます。スピードスターズのメンバーケンジ役に高木渉。いやー、イニシャル D ね、サードステージ、これはまた見どころいっぱいですよ。ケンジにはなぜ苗字がないか、あ、そういうことじゃなくてですね、まずね、興奮します。まず見てください。峠ってこんな走り方あんのかなみたいな、そういうところで僕は見ながらびっくりしました。メリークリスマス。いやー、楽しいっすね。次何行きましょうかね。あいつアルコールが入ってるわけでもないのに寂しいな。まこちゃん、いやー、やっぱ走り屋に女偉いっすね。赤城レッドサンズのリーダー高橋涼介役に小安武人。涼介の弟高橋圭介役に関智一。僕たちは割とそんなに車に詳しくないんですよ、実は。そうです、車乗ってるんですけど、両方とも、はい、乗ってますけど、そんなに詳しくない。道具としか思ってないですもんね。僕たちが見ても単純に面白い映画というふうになってると思うんですね、はい、それがやっぱりね、今回の、まあ、見どころといえば見どころかな。そうですね、はい。兄貴、帰るとするか、ケース。ガソリンスタンドの店長雄一役に西村智道。劇場用とっても楽しみにしてたんです。それで、まあ、出演できたっていうことはすごく嬉しいなと思って、
でもこういうのがもっともっとこう続くといいなって役者としてはすごくそう思うんですよ、うん、だから何かこうもっとまたねパッと皆さんに喜んでもらえるように作品にこう出たらすごくいいなって思ってます。夏樹の元彼氏三木先輩役に山崎匠。もう皆さん気づいているかと思いますが、実は私山崎匠がミキという役をやりまして、でミキ君が今回匠という役をやっていて、アフレコ現場はもう大混乱。もう匠って言われるとあ俺かなと思うとミキ君の方だったり、ミキって言われると匠のミキ君が反応したりで、今聞いてるあなたもそろそろ混乱してきましたね、そんな風な現場で面白おかしくやらせていただきました。抜き返せる可能性は 50% ぐらいある。なんだよ、たったの 50% しかないのかよ。少ねえな。夏樹？どうした、冷たいじゃねえか。俺の顔忘れたのかよ。そしてレッドサンズの広報部長役に細井治。私であります。今回は、予告なくて私の出番も少なかったんですけれども、本編の中では一言だけ広報部長っていう役で、お邪魔させていただいてます、それにしても一言だけでもよかったですから、イニシャル D と、劇場用の中で叫びたかったです。いや本当に心残りでした。タイトルコールだけがね。いいんですか本当に。じゃあお言葉に甘えまして、イニシャル D、 うわすっきりしました。満足満足。チャプター2 3DCG。 じゃあ行くぞ。イニシャル D はファーストステージより 2D アニメーションと 3DCG の合成によって制作されてきた。セルパートと呼ばれる 2D アニメーション部分と 3DCG パートの質感には違いが生じ、その合成にはかなりの苦労を強いられたという。イニシャル D サードステージについてエグゼクティブプロデューサーである宇佐美蓮が語る。ただその時武蔵の暗中模索しておりまして、最初の頃のファーストステージの頃と、セカンドステージサードステージってこう段階的に徐々に進化させながら、その映像を進化させながらやっていこうとしていて、で最終的にはもう映画っていう大きな大スクリーンで、その映画の大スクリーンに耐えられるだけのクオリティのものを作っていこうと、できるんじゃないかという中でこの映画の企画が出発したということです。映像技術も進化を遂げているイニシャル D サードステージ、CG 制作に携わったスタジオが試行錯誤の末構築した 2D のセルパートと 3DCG パートの合成作業過程は次の通りである。まず絵コンテに合わせてオブジェクトの配置を行い、パースをもとに 2D で背景を描く。さらに 3D でオブジェクトを制作し、セル画の味わいを出すためエッジ線を追加する。エンジン部分は 2D で描き、最後に 2D キャラクターを合成して出来上がる。こうしてよりリアルで奥行きのある映像が生み出されるのである。単車とかいじって遊んでたからな、自分で車買っていじるようになるとどんどん面白くなるんだよな。またインフェルノと呼ばれるデジタル編集を駆使して、動きのある映像とともに表現の幅を広げることを試みた。ファーストセカンドと違って映画版というのは非常にデータが大きいんですよ。そのためどうしてもインフェルノ使わなくちゃいけないなというところで、まあ、3箇所で十何分使ったんですよね。でそれとそのイニシャル D っていうのはスピード感のあるその青春物語なんで、なんか若々しい表現使いたいなと。でタイプオグラフィームービーっていうのをどうしても使いたいなと。イニシャル D サードステージはシリーズ史上初の雪道バトルが展開する。このシーンでは膨大な雪のデータを
分割してレンダリングするという方法を用いた。ベース素材に雪素材、さらには雪しぶきの素材とそれぞれを分割してレンダリングし合成するのである。一枚の絵、コンピューター上で絵描いてもらうのに80分ぐらいかかるんですよ。雪道バトルのシーンではその膨大なデータを処理するため複数台のコンピューターが用いられた。こうして制作された雪道バトルのシーン、降り注ぐ雪の奥行きと跳ね上げるリアルな雪しぶきの映像はまさに圧巻といえる。イニシャル D はサードステージで確実に進化を遂げている。坂道シーンの表現方法もその一つである。テレビシリーズの峠でのバトルを見ていただきたい。テレビシリーズでは 2D で作成した峠をカメラを傾けて撮影し坂道に見せていた。今回は映画版でそのまた 急坂、ヘアピンの多い場所っていうこともありまして、ポリゴンって立体的に、作りまして、そこの上を走らせた。サードステージでは自社開発のプログラムで立体的な坂道を再現、その上に車を走らせている。さらに車の挙動までもが計算され尽くしている。またパースマッピングによりこだわりの峠を再現した。14秒にわたるこのロングカット、一体どのようにして制作されたのであろうか。まず 3D のガイドをもとに 2D で背景を描く。続いてその背景を 3D オブジェクトにマッピングする。峠に木々を配置しシーンを構築していく。こうしたパースマッピングによりパンやクレーンダウンといった複雑なカメラワークが可能になるのだという。最後に出来上がった 3D の峠に車の走りを合成して完成。実写と見まがわんばかりのリアルさである。続いて 2D の人物と 3D の車の同調を見てみよう。カメラワークに注目していただきたい。 2D と 3D の同調はまず 2D で描かれた人物に合わせカメラマップ用のオブジェクトを作成する。マップに2D の人物を貼り付けることによって 3D のカメラワークが可能となるのである。この作業は 2D キャラクターの表情を生かしつつカメラが回り込むような映像を作り出す。こうして 3D の車と 2D の人物の動きが一体となり同調が取れるわけである。チャプター3、リアル。それじゃあ始めるぞ、ゴー。イニシャル D はリアルを追求するアニメーションである。その見どころの一つであるカーバトルシーンでは車の挙動一つにもプロフェッショナルな血が注ぎ込まれている。イニシャル D の制作にあたりその監修をドリキンの異名を持つレーシングドライバー土屋圭一氏に依頼した。スーパーアドバイザーといいますか監修をしておりますレーシングドライバーの土屋圭一です。こんにちは、竹内樹役の岩田美蔵です。藤原拓海役の西進次郎です。というわけで、まあ、劇場版ということですよね、まあ、テレビの方がずっと2シーズンありましてありまして、で今度サードシーズンということで劇場版になるわけですけどもね。そうですね。どうですか今回の劇場用っていうのはさ、さらにこうテレビでできなかったことができるわけじゃない。はいはいはい、はい、だからやっぱり僕なんかが監修としてはね、スーパーアドバイザーとしては、そのこう路面に落ちてる小石だとか、油だとか水分だとか、あとこうタイヤがこうきしむとかね、タイヤがこう動くとかねじれるとか、そういうあとブレーキローターが真っ赤になってくる、そういうこう細かいなんつうのすごいこう細かい部分でさ、こう心臓バクバクさせたいよね。
で今回の劇場用こう雪じゃない、初めてのステージが、はい、ね、だからこう雪の結晶なんかが見えるんじゃない、ね、寸法だってこうやって広いんだもん、匠の瞳の中にこう雪の結晶がさこう見えてくる。あの結構土屋さんってロマンチストな方なんですね。もちろんもちろんもう当然本当にスクリーンが大きくなり、そして音もね、迫力あるよね、音も楽しみですよね、うん、なんと土屋さんはですね、今回そのイニシャル D の映画の中のそのバトルの車のそのドライバーもやっていただくということで。そうですね、イニシャル D の中でこう聞こえるエキゾースノットノートは噛んでる、噛んでますか、噛んでる、噛んでる、土屋さんだぜ、分かったのかお前ら、いつきになってるね、いつきですですか彼は。そういうぐらいの勢いなわけですよ、土屋さんが運転してくれるんですよ、カーッと、ね、まあ、だから今まではね、こうテレビだとやっぱこうアニメでは吹き替えがいたんですけどもね、うん、今回から私がちゃんと登場して、すごいこう86でも何でも乗って、僕が全部音を出していくっていう。2000年7月31日炎天下の下、マゼサーキットでは音取りが行われた。86のエンジンルームにマイクをセットし、その命の鼓動を収録する。なんだ、前の86とは音が。86を修理したのか。はい、この車は前の車とは違います。劇中聞こえてくるマシンの音は、ドライバー土屋圭一が自ら86の実車を借りドライビングして出した音である。ドリキン土屋はエキゾーストノートを轟かし、ドリフトサウンドを奏でる。そのこだわりの音作りについて音響監督の三間正文は語る。テレビだと言葉悪いですけど、ごまかすってことが可能なんですね。だからリアルな音を取ってきてそのまま貼り付けてもテレビって許されちゃうんですけど、劇場になるとやっぱり大きなボリュームで聞けるっていう意味が、現実の音をつけただけではごまかせなくて、やっぱりそれに何かプラスアルファ違うものの音を重ねるっていう作業が増えるというところに一番、苦労したっていう気がしますけど。日中43度という炎天下、精力的に音取りを重ねる。2周目と3周目の間1回止まってもらいます。ここで止まっていただいて3周目は僕が。すごい土屋さんが乗ってて、非常に協力的だったんですね。やっぱファンに対するプレッシャーと、ここまで一生懸命やっていただいてる土屋さんのなんかこうプレッシャーみたいな、そういう部分での、苦しみみたいなのがありましたけど、まあ、なんせ、お人柄、土屋さんの人柄、すごくその驚けとかも楽しかったし。深夜も音取りは行われた。辺りが静まり返ったサーキットでエンジンルームの開閉などの音が収録された。一番感じたのは虫ですね。昼間はやっぱり交通音とかが入ってしまうんで、なるべく夜にと思って夜のサーキットで音を取ろうと思ったんですけど、まあもうそこら中から虫が鳴いてるっていう。今回のイニシャル D サードステージでは初の雪道が登場するが、この雪道のロードノイズにも音響的なギミックがあるという。実際にこの雪道だけのビデオを何本か見せてもらって、そうするとやっぱりシャーベット状のシャーって音しかしなくて、なんかこう匠が追っかけていくときにシャーシャー言ってても迫力がないんで、スキール音をちょっと入れて緊迫感とかいう部分は増やしました。その雪道シーン、音に注意してご覧いただきたい。というわけで、まあ
まあ、我々今度我々の話になるわけですが、はい、今度映画版劇場版としてこう我々声優としてやっていくわけなんだけど、はい、よりやっぱり大きな画面だとアラが見えるもう腕の見せ所だね。そうですね、だからまあ先ほどだから画面のことも土屋さんがおっしゃってたように、それこそ細かい部分までもこう描写できるわけですよ、うん、それはつまり僕らのもこう声優としてこう声を当てた時にずれるともうこれは悲惨なわけですよね。付き役なんだよこいつって言われちゃうもんね、なんだ岩田下手くそこだろう結構とにかくなんだろうな、命吹き込みたいなみたいな。あ、いいね、いい言葉だよね。いや本当そうなんですよね。だから皆さんがそうやってこう構築してくださったものに最後に僕ら一番おいしいところをこう、はいはい、もらうわけじゃないですか、うん、でね、そういう皆さんのこうガーッと積み上げたところに最後に僕らがこう最終的に声を入れるっていう、うん、いやこれは本当ね、そう考えるとシャレにならないんで、だってせっかく土屋さんがこうね、いい音をこう作ってくれたものに、うん、僕らがこれで我々が下手な芝居とかを入れたらもうそれ台無しですからね。台無しですからね。あのみんなの思いを背負ってやっぱり僕たちそのキャラクターに声を入れていくわけですから、そういう自覚が、ね、自覚を持ちつつよりキャラクターも進化させていきたいな、うん、というわけでですね、なんと後ろにこう86があるわけなんですけど、世界に一台じゃないですかこれは。キレステー、これはね、俺がまだ若かりし頃文太と勝負してた頃の86だから、はい、じゃあ樹君、君を乗せてあげよう。いいな、いいな、それはいいな。はい、というわけで土屋さん、はい、五木役の岩田光雄さんがですね、なぜこんなような面持ちかというのはですね、炎天下で暑い、いえそれもありだと思うんですけども、この車の前にいるということは、そうだよね、300キロ出るもんねこれただほら声優やってても面白くないじゃないやっぱ体験しないとね。マジ怖いんですけど。だからその怖さを知ると次のこう音入れですごいテンション上がるから。劇場版の方がさっき言ってたじゃん、リアルな演技がよりリアルに。すいません、はい、かなり緊張してるんで乳首立ってるんですけど。余計なこと言うな。乳首が立ってる。じゃあ興奮してる俺。トットカー乗せちゃいました、ね、じゃあ乗ろう。はい、うん、行くよ。はいはい。早速念願の86に乗り込む岩田光雄でありますが、本当に乳首立ってるんですよ。熱いのに。マジですか。でも土屋さん本当お手柔らかに。みっちゃん、なんか言っときたいことあるかな。あの東京にいる妻に頑張ってきます。あれすごいつまんないことしか言えてない俺。じゃあ閉めるよ、閉めるよ。やべえ、これはどこ捕まってないんですかね。そこでいいよ、そこで。ここ、うん、ここですか。それで十分。じゃあ行ってみましょうかね。次の劇場用はさらにヒートアップできると思います。それでは土屋さん、思いっきりお願いしますね。じゃあすいません、OK、よろしくお願いします。はい、楽しいよ。楽しいですか。楽しいよ。よし、わーい。怖さと楽しさが両立するっていうのは本当ですか。こういうことだろうね、きっとね。もうここからスタートするんですか。そう、ここから。快音を轟かせ最初のコーナーに飛び込む86でありますが、ドリキン本領発揮か。周回を重ね戻ってまいりました。お疲れ様でした。はい、いかがでした。
とりあえず降りましょうか。どっか遠い世界に行っちゃってるよ。ほんとすいません、全然喋れないんですけど、この汗っすよ。あ、じゃあとりあえず土屋さんの横に行って、この辺が変な感じなんですけど、ね、景色がこう横に流れるからね、変だよね。あれがびっくりしましたね。こうなんですよ、普通はこういう風に景色が流れるもんなんだよね、ええ、横に流れるってのは変だよね。本当にガクガクしてるんですけど。土屋さんからご覧になって、彼の樹っぷりはいかがでしょう。もうね、もうアニメのそのままって感じ。もう本当いいキャラ、素で言ってるもん。まだドキドキしてね、乳首収まってますよ。乳首へっこんでます。これ劇場用はね、かなり樹に期待してもいいと思う。頑張ります。本当にほっといい経験させ噛んでるわ、はい、いい経験させてもらいました。ありがとうございました。そして土屋さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。チャプター4、音楽と映像の融合。勝負は下りの一本。イニシャル D は音楽と映像の融合を見事に成功に導いた作品である。それはシリーズスタート当初からの目論見であり、新しい夢であった。今やユーロビートを聞くとイニシャル D を連想してしまうほど、ユーロビートとイニシャル D の関係は深い。ユーロビートブームを世に巻き起こした AVEX グループにおいて、映像制作に携わる企画の庄司隆三は語る。 AVEX のグループの中でいうと、当然洋楽主体で今まで進んできた中で、その洋楽をいかにこう生かせるか、洋楽を生かせるものっていうのはその素材はないだろうかっていうことを非常に考えていて、重野先生が描いてらっしゃる絵の力強さだったりと、この作品の力にプラスこの洋楽というものをはめ込んだ時に 1+1 が3以上のものにならないかな。イニシャル D でバトルを盛り上げる楽曲を手掛けるのは、ユーロビート界のゴッドファーザーと言われるデイブ・ロジャースをはじめとするアーティストたちだ。楽曲自体の相性っていうか、お見合いした時の相性って絶対あって、このユーロビート自体が、以前我々が考えてた時に、当然カースポーツだったりとか、通常にスポーツ、もしかすると浮いたスポーツかもしれないし、要するにアクティブなものに必ず合ってくるんじゃないかなって思ってたんですよ。またイニシャル D といえばおなじみのムーブ、今回のサードステージにおいても主題歌挿入歌を歌う。ムーブに関して言いますと、当然イニシャル D っていう作品の中になくてはならない存在になっていると。そのアーティストとしてのこのフレッシュであり、まあ、いわゆるこう強烈な印象であり、パワーでありっていうのは、まあ我々の中では他に類を見ないアーティストだ、まさしくイニシャル D のテーマソングを歌ってもらうためのアーティストであると、まあ、スピード感がどうしても必要だと。迫力の映像とアップテンポな楽曲のコラボレーションは、作品の全体にスピード感を与え、見る者をハイテンションな世界へと引き込むことに成功している。一方、エンディングテーマを歌う Every Little Thing は、卒業をテーマとしたストーリーに感動と涙を与えてくれる。イニシャル D という表の部分をトータルで、楽曲的にプロデュースしているのは確かムーブで、ただその中にいろいろ集合体があって、その人間味、
成長だったり、そういう、まあ、言い方で言うと全体がデジタルだとすると、中にあるアナログ面っていうのは、そこを引き出してくれるのは、エブリトルスイングの歌声だったと。ボーカリスト持田香織の透明感のある歌声、そしてエンディングの余韻、それはまさにストーリーの核となる人間の成長を描く部分に深みと広がりを持たせている。チャプター5。制作秘話。 CG 制作現場において作業効率を図るため、スタッフは独自のスクリプトを開発したり、また社内欄上に制作に関わるさまざまな資料などをウェブ形式で保存し、共有ファイルをも作成した。あたかもホームページのようなこの画面の中には複数コンテンツがあり、実際の峠などの映像資料もまとめられている。例えば秋名峠の場合、地図上に示された区間の番号をクリックすれば、瞬時に峠を走る車載カメラの映像が映し出される。またアニメーション制作にあたり、特別にカリアフレコ入りの絵コンテ札を作成した。絵コンテを指定秒数通りに撮影し、アフレコ台本に基づいたカリアフレコを行った。このパイロット版ともいえる絵コンテ札をベースに、絵の構図やセリフのタイミング、カット割りなどを修正して実際のアニメーション作成作業に移行した。あ、寒い。もう冬だね。夏希はね、また前みたいに匠くんと仲良くしたいんだ。俺は嫌だ。え？寒い。もう冬だね。夏希はね、また前みたいに匠くんと仲良くしたいんだ。俺は嫌だ。そんな簡単に頭切り替えられねえよ。夏希もそんなの嫌だ。最後まで諦めない。絶対匠くんと仲直りする。一つ聞きたいことがあるんだ。お前結構モテるし、誰かと付き合いたいならいくらでも見つかるだろう。お前らしくないよ。なんで俺なわけ？こうして迎えたイニシャル D サードステージ公開初日。開演前、劇場ロビーはイニシャル D 関連グッズを求めるファンでひしめいていた。会場は満員御礼。恒例の舞台挨拶にファンの熱気もますます高まる。もうすごいな。みんなが成長していく話なんですよね、イニシャル D っていうのは、おのおのが。なので本当にやってる僕たちもそれと一緒に成長してこれたんじゃないかなというふうに思ってます。かすみちゃんは免許を取らないのって言われ続けてて、でも小平さんには君は取らない方がいいって言われたんですけど今年こそ撮ろうって思いました。映画を見て本当にね、映画としてはすごくもう本当にエンターテインメントな作品だと思います。非常に楽しい作品でした。回を重ねるごとに、その CG のクオリティの高さがどんどん上がってきて、あ、すごいな、あっという間にここまで、進化していくんだな、楽しい映画になったと思いますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。そして幕が上がった。
無事公開も終わり、改めてイニシャル D の未来への展望について聞いてみた。もっと作りたいっていう気持ちが あるし、もっとなんか視聴者の人と感動共有したい。それと僕たち制作からすると、もう一歩進んだなんか違った表現というかな、 CG なんかができるならばやっていきたいなと。いや、まだ4日残ってるんですが、ギリギリまで一緒にカメラとかわかんない。ご覧になった方は多分わかると思うんですけど、また会いましょうと。エンディングで歌ってる通りに、これやはりこの作品自体もまだまだ成長していくと思うし、4ステージ、5ステージ、6ステージと我々としてまだまだ続けていきたいと思ってます。逆に言うと皆様方の要望も聞きたいなと思ってます。すごい。新しいことにトライするっていうよりは、もう一度ゼロに立ち返って一つ一つ、もっとさらに丁寧につけていって、あ、また一段グレードアップしたねっていうところまで持っていければ、また新しいイニシャル D の世界ができるんじゃないかなって気がします。お疲れ様です。食べててすいません。次の展望としては、そのバトルシリーズっていうのを今作ってますんで、今年の冬ぐらいには皆さんにその匠と匠にかかった1からサードステージの新しい映像を作ってお見せできるじゃないかなと思ってます。終わりのない進化、夢はまだ始まりに過ぎない。さらなる未来へ向けて、今イニシャル D は動き始める。